皆様はじめまして、こんにちは、こんばんは。 MM チャンネルのみーです。今日は先日作った新しい世界を2人で、プレイしてみたいと思います。ですね、まずはロード。お、こういう感じですね。ここで入ってこれるみたいです。はーい、まこしにあのミーム、ちょっと笑っちゃった。うちにはプロコンがあるので、私プロコン使ってます。で、もともとスイッチについてる、コントローラーをまこしが、使う形で今日はやっていきます。で、お裾分けプレイはできないらしいですね。あ、雨降ってる。マジか、こういう感じ。しかもなんか上下なんですね私縦割りだと思った。なかなか大変。こういう感じ。まこしどこにいるの？あ、なんかしかも顔というか見た目すごい近くにいそうな雰囲気ある。明るいし、しかもめっちゃ雨降ってる。この辺にいそう、こっち側に。あ、いたいたおーいおーいおーいみーさんだよーん邪魔してる、手振ってる最初からすごい夜ですね。あ、それやりたい私も。こんにちは、こんにちは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 。あ、もうちょっとめっちゃ近くなったこんにちは、あ、こんにちは楽しいはあ、ということで、よいしょ。これ、あ、どうもどうも、あ、どうもどうもちょっとみーさんも映して、よいしょよいしょ、はいあ、どんどん離れていく、よいしょ。なかなか難しいな。こんにちは、あ、こんにちはこんにちはこんにちはこんなことばっかやってないで。そうそう、先日木をもう切るだけの動画になっちゃったんで、今日はちょっとまこしに手伝ってもらって、木を切ってもらって、で家をちょっと建てたいかなって思ったんですけど、やっぱり新しい世界に入ってきてるから何にも道具持ってないんですね。これを渡す。上の画面が私か。持つ。持つ。違うな。なんかでも私投げてた。違うな。ほっ。違うな。自分が飛んだら、まこしの画面で見えてる。これかな？あ、できた。今私は B を押しました。B で投げれます。ペイ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 。とりあえず必要そうなのあげて。そう、この間も思ったんですけど、このね、画面がちっちゃい。この、クラフトじゃないや。これの画面が。あげる。よいしょ。ペイ！よし、あげれた。斧をあげました。どうもってやつですか？かわいい。楽しい。やっぱ一人でやるより楽しいですね。はい、ということで、私は自分の斧がなくなったので、ああ、飛んじゃった、また。斧を作りたいと思います。斧こっち。よいしょ。あ、足りなくなった、すでに。お、木を手に入れよう。解除してる。夢中目が。今ね、まこしが抱っこしてくれてるんです。ふふふふ。そう、コメントで羊を買ってベッドを作ろうみたいなコメントいただきまして、ありがとうございます。でですね、この間の放送動画でも言ったかもしれないんですけど、ちょっと殺さずの誓いということで、殺さないでいこうかなって思ってるので、ここら辺の草から、やっほー。私は何しようかな。あ、燃やそうかな。とりあえず、あ、また飛んじゃった。よいしょ、違う。これ。木を燃やして。なんか必要ですか？こっち来てる。なんか作ってるもん。
あ、わかった。まず、あれだ。ボックスを作ろう。チェスト、チェスト。よしよし。作った？今。そう、これもね、ちっちゃくてね。今、チェスト作ったのかな？あ、作った。作った。3つも作ってる。ここにチェスト置いとくね。よいしょ。これを、クイック。このクイック移動って何なんだろう。ここは空いてないとできないのかな。 X を押したんですけどね。全部持つ。 A。 よし、全部持つ。よし、ここに置く。なんかね、いまいち使い方が。そして、よいしょ。ほんで置く。よし、置く。よし、ふう。開ける。違う。開ける。よし。もう2人で開けてる。そう、私気づいたんです。そうなの。まこし気づいてたか知らないんですけど、私地図持ってるの、もともと。だからね、地図を持ってるから結構遠出しても平気なんじゃないかなって思い出してます。新たな発見。そしてお腹空いてるんだよな私。リンゴ、リンゴ入れとこうかな。とりあえず木の苗いらない。クイック移動 X。 あ、入った。こっちはできるんだ。あ、でもね、これは、あ、木の斧か。これ同じやつだ。まとめる。よいしょ。あれ、同じやつじゃないのかな。いやー、これね、テレビが大きい人じゃないとね、だいぶ、テレビって言わない？今もモニター？モニターが大きい人じゃないとね、だいぶ自分の画面小さいですね。大変。あ、まこしいた。そして私そろそろ空腹なんだよな。どうしよう。家を作るとか言っておいて、どこに家を作るかをまだ考えていない。その前に私空腹で死にそうだから、この辺耕しとくね。よいしょ。小麦を、小麦パン。あ、夜が明けてきた。やっぱりジャンプしちゃう。なんか一人でやってる時よりも、まこしの画面に私が間違えてジャンプしたのが映ってるのが恥ずかしい。どうしようかな。もうこの辺適当に耕しちゃおうかな。あ、馬？マジか。馬もいるの？すごいな、このマップ。全然この辺見てないけど。あ、雨晴れた。やったね。ここはいまいちだよな、畑作るのに。わあ、でも意外とここ深いな。あんまり家から遠くない方がいいしな。お水持ってこないといけないしな。あっちかな。ちょっと私は空腹になって死ぬ前に、ここにちょっとした畑を作ろうと思います。ここでいいかな。あ、投げちゃった。間違えた。ほ、あれ？ジャンプできない。なんで？ん？なんか押してるのかな、私。ほ。手なずけたロバとラバ。あれが出てるからかな。あれ読み切らないとできないのかな。あ、いけたいけた。たまにああやって右上の方に説明が出るんですけど、あの説明を読み切らないと落ちちゃった。なんか先に進めないんですよね。それで結構あれって思う時あります。押してんのにできないみたいな。ここら辺の草から。やっほーやっほーやっほー。あ、間違えた。投げちゃった。あ、何もらったのかな。あ、キノコ投げてる。これキノコかな。何もらったんだろう。あ、やっぱりキノコだ。残念ながらキノコはこのままは食べれないんだよ。私種集めるからさ、キーよろしく。
でも二人でやるとこんな感じになります。なんかうまいことすれば材料を集めたりとかするのは二人でやった方がいいかもしれないですね。なんか音がする。ああ、食べ物がないと大変。これどうなるんだろう。やっぱりんごを集めなきゃいけないの？カズクラさんのように私はりんごを集めないといけないの？この世界ゾンビも少ないし、結構ゾンビが少ないって死活問題なんだな。ナーギャーナーギャー、あ、もうなくなっちゃった。意外と少ない。はあ、敵がいればな。これ骨粉で伸ばすことができるんですよね。敵がいないのもなかなか大変だな。他の実況者さんってどうなんだろう。みんなもう結構サバイバルで始めた方いらっしゃるのかな。あんまり私見れてないんですけど、敵とかって出てるのかな。これやっぱ縦割りより横割りの方がいいのかな。大きいテレビ画面だったら横割りの方がいいんだろうけど、うちのモニターそんなに大きくないんでね。さっきからね、間違えてジャンプしてるのバレてるかな。よいしょよいしょ。あら、何かを探しているまこし。